はい、皆さん、まいドまいドはい、ちょっとね、お兄さんにブロッと巻いてもらってね、一番強い血を使ってる薬はね、ディルシアアドバンスの TG エクストラ、ホースの1だね。まあ、カラーヘアでもね、水、毛先につけちゃえば、それほどでもないんだよね。あと、ほら、チリチリした毛先はもう切り取っちゃってっからね、カットの時点でね。やっぱね、持ちがいいパーマッツのやっぱり、血オグリコールさんが入ってなきゃダメだよね。で、やっぱり、ホースのー2の緑のね、血をグリコールさんだと、どうしてもやっぱりね、取れやすいよね、乾くと、 カールが開く方向なんだよね。まあ、これも放置時間5分にしたり細めで巻いてるしてるからなんだけどね。こちらのお客様に一番強いチュ使うのは今日が初めてやっぱ以前はね、チ、オシスとか、シスとかね、それこそコスメでね、やってたんだよね。傷んじゃって傷んじゃって毛先がね。でもね、いつからかななんかあんまり傷まなくなっちゃったんだよね。で、こちらはね、太めでかけてくれっつうんだよ。 太めったって今回前2本8ミリだけどね。やっぱ5年配の毛髪にね、8ミリってのは太いよね。細いし取りやすい髪の毛に対してはね。まあだからいつも自分のね、中ではね、6ミリが標準、7が緩め、8ミリが超緩めっていう感じだよね。それこそね、若い人のね、パーマの感覚で言わせてもらったらね、8ミリなんかね、ロット系で言ったらね、もうビッグロットだよ。17ミリだよ。20ミリに匹敵しちゃうよ。年配の髪質ってのはそういうもんだよね。 若い人が17ミリ、20ミリが太めだっつってんだったら、年配のこういう細毛の場合はね、やっぱ8ミリが太め、7ミリが緩め、ね若い人の髪の毛ってのは0.1ミリぐらい太さあるかな太い人だったらもうちょっと太いかもしんないね。5年配になると0.05とか0.03ミリになっちゃうかんね、細毛ってのは。単純に若い人の半分毛の太さが。だからロット毛も半分でいいんじゃねえの 17ミリの半分つったら、まあ、8ミリとか7ミリま、形だけじゃなくてね、断面積ってないよね、その髪の毛の強度つうのはね、まあ、それだけじゃないけどね、直径に対して断面積ってのもあるからね、断面積は直径の平方根だからね、事情に比例するからね、これまた喋るとカオスになっちゃうかんね。で、こちらのご年配のパーマ放置時間確か3分だと思ったな5分でもいいかなと思ったけどね、お兄さんがちょっともたもたなんかあそこで1本巻き終わった時点でテストしてたからね、その分の時間さっぴいてね、まあ、3分でいいと。 確かにこの時点でもうタイムなしたんだよね。だから向こうのお客さんとさ、レジなんかやってる時間ないんだよ。テストカールしたらさ、もうかかってからね、もうそんなレジより先に利益なんだよね。こうなっちゃうとね。そしたらうちのお兄さんがね、レジやっれたからね。やっぱね、3分であっという間にかかっちゃうね。一番強いよちね。で、3分ぐらいでかけてると、そんなね、チリチリになんないんだよね。なっても、ブルーで伸ばせる程度。こちらの方は最後ね、カーラーで巻くんだけどね。とにかくね、一番強いね、 地を使ったらね、5分以下だね。放置時間ね。まあ、健康網の、若い人の健康毛の場合は、また放置時間がね、長めに変わってくるけどね。あと男性のアフターカットするショートのパーマね。これはもう、毛先なんかかかったって切りすぎちゃうんだからね。まあそういうのも時間を置いて根元しっかりかけていいよね。シスでも、上から2番目の治療でも今までそれで、オーバータイムでパーマをかけてた場合だよね。2ヶ月おきにかける人はもう5分以上がオーバータイムだと思った方がいいからね。シス使っても10分置いてる、15分置いてるようなパーマを繰り返してたような人 いう人にいきなり宙を使ったのも巻いただけでかかってるからね。巻いただけで利益つけるようになっちゃうよね。 一回二回ね、正確にいいパーマーをやっても、今まで傷んだ部分っつうのは切り捨てないともうダメだからね。もう毛先はね、傷んでしまうと割れた爪と一緒だからね、何をやったって治癒しないからね。まあこれも何回も喋ってからね、うち来てる人はもう耳が痛いてるぐらい聞いてんだろうからね。だからってね、だから今日からね、一番強い血をね、毛爪の人に使うんだなんてやめたほうがいかんね。うちだってね、最初からこの人にね、一番強い血をなんか使おうなんて考えてもいなかったからね。で、徐々に徐々にやってるうちにね、 シスじゃダメ。チオシスでも取れる。チオでも取れる。もう最後は一番強いチオと。軽く一年はかかるよね。だからね、うちの動画見てね、うちはねあ、あくまでもね、挑発してないからね、やれよ、おめえら。できねえだろうとかさ、悔しかったらやってみるなんては絶対言わないからね。石橋をね、叩きながらね、ゆっくりゆっくりね、お客さんの髪の状況を見ながらね、いいパーマをかけていく。まあ、パーマがね、下手な人、うまくできない人はね、すぐコスメだろなんだろうって、もっと難しい世界に入っていくるみたいだけどね。いや、 こんなにね、安くてね、身近にね、千代ぐりころさん、いいパーマってのはあるんだいなそれにね、気づくまでにね、うちだってね、何十年もかかったね。<laughs> まあみんなはね、できるだけね、近道してね、まあ慌てずにね、いいパーマね、はい、頑張ってかけましょう。はい、お疲れ様でした。